アサギマダラは、秋になると渡り鳥のように北から南へと1000キロ以上移動する町で、旅する町、渡り町などの異名も持たれています。三浜町上野の畑では、例年より1週間ほど遅い今月10日にその姿が確認され、今日も20匹ほどが飛び回っていました。畑にはアサギマダラが好むフジバカマの花が植えられていて、 訪れた人たちが密を求めて優雅に舞う様子を写真に収めていました。